設計、建設コンサルタントオフィスである、XS4ML7R オフィスの元代表である。XS4ML7R オフィスは、現在、中国国内で、かつしし物、液湯原工し、建設し準部、となっている。一級建築士、一級建築士工管理技師であり、中国でのプロジェクトは、工場建設が多く、マンション不動産開発にも携わっていた。 アセアン、東南アジア、中東、アフリカ等の ODA プロジェクト等にも関わっている。学術面では、建築学会でのトヨタウッド u ホーム技術、研究所での実験研究論文や世界、民族建築国際会議での、阪神淡路大震災の調査論文の発表、京都国際建築技術専門学校講師として、建築士資格試験テキストの執筆等がある。池 アンカーボルトやロームソード、中国の王道を使用したボードの実用新案特許を持ち、池アンカーボルトはミャンマー等、東南アジアの後発発展途上国で見ることができる。京都工芸繊維大学の教職課程で、単位取得後、工業高等学校教員免許も取得している。上海丹大学に中国語履修のために1年間入学しており、2007年に、 中国の北京大学経済学院で MBA コースを修了している。また、西安皇帝大学団研究室のもと、非常勤研究員を兼務していた時期がある。ありがとうございます。